いいね、ほんと。心細そうな女の子の顔って、どうしてこう、セクシーなんだろうね。たまらないな。ビッチちゃん、いきなり起き上がるなんて、ひどいじゃないか。おかげで顔面強打したよ。平気。元はといえば、猫身を押そうとした僕が悪いんだけど、にしてもビッチちゃんの頭突きかなり強力だったよ。え？結構前だけど。だってもったいないでしょ？このシチュエーションに決まってるじゃない。かわいいビッチちゃんが見知らぬ土地で助けもなく不安な一夜をたった一人で過ごすなんてさ、考えただけでゾクゾクしちゃう。そう思うでしょ？おや、僕のこと怒ってるの？そうだよね。だってビッチちゃんはこのライト君が大好きなんだから。僕が何？何？確かめたいの？そんなの今までに何回も言ってきたことじゃない。不安なんだよね。わかるよ。もちろん愛してる。すごくね。これで安心かな。しばらくは離れ離れかと思ってたけど、思ったより早く君に再会できたね。ダメダメ、ミッチちゃん。そこはこう言うんだよ。ライト君に会いたくて、離れたくなくて、ライト君のことを思い返してたら、つい魔界への扉を開いていたんだってさ。ねえ、教えてよ。少しの間だったけど、一人になって僕のこと考えたでしょ？その時にあれこれ妄想とかしなかった？してないの？本当に？ビッチちゃん、隠してもダメ。僕にはわかるんだよ。君の顔がイチゴみたいに真っ赤なのがその証拠さ。君はさ、自分の体からどんどん薄れゆく僕の香りを感じて悲しくなると同時に、より強く僕のことを思ったはずだよ。この僕が思ったようにさ。ダメ？ねえビッチちゃん、こうして君の匂いを嗅いで安心するのはいけないこと？
惚れた弱み、僕に握られちゃってるね。言うまでもないけど、君だって握ってるんだよ。事実、僕は君がこうしてこっちに来るんじゃないかって心配で見張ってたんだから。そう、見守ってたのさ。来ると思ってたんだよ。君は僕から離れられない体にされちゃってるからね。図星すぎて反論できない？なーに？その投げやりな言い方。反論したいけど面倒だなって思ったんでしょう、ビッチちゃんってば。ビッチちゃん、僕のことよーくわかってるね。さすがは僕のゆいちゃん。ビッチちゃん、聞いてるの？そう？ならいいけど。と、狼さんたちが来ると面倒だね。さ、行こう。そうだよ、最初から戻ってくるつもりだったんだから。そうだね。ま、そうなったらそうなった時かな。嘘嘘、冗談だよ。でもさ、あの城にいるよりは狼にひどい目に遭わされた方がマシなんだよね。僕はあんな城にずっといるなんてごめんだ。ねえ、ビッチちゃんもそうでしょ？あんなヴァンパイアだらけの城よりここで二人っきりの甘い生活を堪能したいと思わない？ビッチちゃん、ノリがいいね。僕はそういうの嫌いじゃないよ。何かな？僕も、ゆいちゃん、にしてもひどいありさまだね。家中荒らされまくってぐっちゃぐちゃ。レイジが見たら発狂しそうだ。そうだね。でも僕はこういうぐちゃぐちゃな屋敷の中で暮らすのもいいと思うけど。想像してみてよ、乱れた部屋の中でもつれ合う感じをさ。不快な環境の中、せめて自分の体だけでも快適にしようって欲望を発散するのに躍起に。これからがいいとこなのにな。しばらくは大丈夫だろうけど、でもここにずっといたらそのうち見つかっちゃうかもね。で、僕いいことを考えついたんだよ。ここら辺に住んでるヴァンパイアたちは今みんな魔界に引っ込んでる。つまり空き家になってるってことでしょ。そこにお邪魔していくのはどうかなって。そういうこと。ひとまずはここにしばらくいて、その次はムカミさんち、なんだったら君の実家に行ってもいいかもね。我ながら嫌になっちゃうほどナイスアイデアだと思うな。
なんだかワクワクするよ。君と逃避行してるみたいでさ。